を回りました。改めまして和田アキ子です。柿花忠です。アッコのいい加減に2000回東京有楽町日本放送の制作で福井放送、高知放送、大分放送でお聞きの皆さんにもお送りしています。はい、12時50分頃からお送りするクイズコーナークイズアコちゃんに叱られる。電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はメール、ファックスをお送りくださるときに電話番号を書いてください。電話番号を書いていただいたら自動的にエントリーとなりますのでチャンスがあります。メールとファックスには電話番号とそしてお名前と住所もお願いします。受付メールアドレスは akko@1242.com、 ファックスは 0570-021242 でお待ちしております。いろいろとメール届いておりますが、はい、やっぱり全国お天気様々で、うん、茨城の方はですね、うん、道のりさんが、来週から雨模様ということなので、はい、今日はとりあえず布団を干すことにしました。はいはい、今日最後の、まあ、布団干し日和になると思います。はいはいはい、まあ暑いは暑いですけど、うん、夜お布団がふかふかになるのはいいもんですよね。そうですよね。なんかふわっとなってね。あれ布団たたきみたいな今もあるんですかね。やってるんですかね。ね、あんまりそういう光景を見ないですね。布団干してるのはたまに見るけど。確かに。うん。バシバシ叩いてるのがないですね。昔叩いてありましたね。あれ虫とかダニも出ていくって言ってね。そうですね。うん。やっぱあこさんもお手伝いとかでやったりもしたんですか。昔やってましたね。はい。東京だとまあ。マンションとかね、まあ今ベッド多いですからね。そうですね、うん、なるほど。茨城ではそうなんです。はい、あとはさいたま市ラジオネーム永遠のブルースの女王さんからいただきました。はい、少し前になりますが郁恵さんがラジオで、うん、あこさんが話していた、うん、あこさんの夢っていう話を。夢、はい、夢いっぱいありますから何でしょう。これ僕も聞いたことあるんですけどあこさんこれ例え、はい、私の夢は、はい、お昼、うん、ロバート・デ・ニーロと。ああはいはいはい、そうです。はい、昼はデ・ニーロ、はい、夜はショーン・コネリーとデートした。はい、それ反対ですね。逆。はい、そうなんだ。はい、確かにデニーロの方が夜っぽいですよね。そうです、はい、ああなるほど。昼はショーン・コネリー、ショーン・コネリーとデートして、はい、夜ロバート・ネリーとデートして、はい、ディナー食べて、でレイ・チャールズがピアノを弾いて、そしてベッド・ミドラーが歌を歌ってくれる。ベッド・ミドラーが歌を歌い、はいはい、これが私の理想のデート。はいはい、アッコさんの夢かっこいいっすね。いや、お金があったらですよ。まあまあまあ、とかあれ、ひとしきりでね。ホリプロじゃなかったら実現してたと思うんだけどね。まあね。一人も呼べないいや、これ、いや、ホリプロだとかいう問題じゃなくないですか、このメンバーは。ああ。このメンバーは。なんかそういうのあったらかっこいいなと思って。でも、はい。レイ・チャールズさんは実際自分のコンサートに来てもらってますからね。そうですね。共演してますからね。はいはいはい。一つはだから、ちょっと違う形で実現してる。ショーン・コネリーさんももうお亡くなりになったんじゃないですか。殺したあかんな。今完全に、まだお元気だと思い。違います。亡くなってます。なんかそういうの聞いたような気がしますけど。ショーン・コネリーさんってどうでしたっけ。それでね、確か、いつも言いますけど、ベッド・ミドラーさんが、なんか、日本には来ないんですよ。韓国とか行くんですけど。そうですね。なんか巡り合わせ。なんか、その、真珠湾攻撃、はいはい、ハワイの、ハワイ生まれですから、それを根に持ってんのかなっていう人もいる。もしかしたら、それでなんかご親族の方がとか、そういうことがあるのかな。うん、ベッドミドラでも、だからそういう意味で日本にで見た人はいないわけですね。そこに行かない限り。はい。私はニューヨークでは見ましたけどね。そういうデートだったら、ちょっと呼んであげたかもわからんね。カッキー。ちょっと今から出るから、表で待っときって。あ、カッキー、デニーロ。あるかもわからん。震えますね。なんかね。震えますね、ロバート・デニーロとアコさんがデートしてる最中。ちょっと。それよりショーン・コネリーさん大丈夫ですか。ショーン・コネリーさんは大丈夫ってどういうことでしょう。お亡くなりに なられてるということですか。あ、やっぱよかった、よかった。よかった、よかった。いやいや情報は間違ってなかった。あ、そうですね。はい、はい、残念。いやー、かっこいい人でしたね。かっこいいですよ。まあね、本当もう皆さん盟友ですけど。そうですね。夢です。そんな夢のお話を行方がしてたんですか。だから、アッコさんの夢の語り方っていうことでご紹介してたんでしょうね。ああ、割と、そのイメージ湧きやすい言い方をアッコさんすること多いなと僕思ってて。はい、例えば、年を取っても、うん、ね、葉巻加えて。そうそう、うん、昔ね。ビッグママになってね。もう、お腹ね、タプタプで、おっぱいぴちゃんこで、お尻も垂れて、
顔もシワシワだけど声さえ出てれば真っ赤なマニキュアしてハマキ加えてブルース歌いたいっていうのが私のめちゃめちゃだからそれ今何持ってるんです、うん、はい、真っ赤なマニキュアでハマキ加えてっていうところがすっごいなんかイメージ湧きますよね、はい、なんか太いハマキね太いハマキ、うん、ハマキはあの喉に入れないからふかすっていうから今でもいいんでしょうけど本当にハマキを吹かすっていうよりイメージで言うとそういう感じですよね。そうですブルースの似合うおばちゃんみたいっていう、はいはいはい、ですよね。あ、面白いですね。なんか近づきたいですねそういうの、はい、ということで永遠のブルースのジョーさんからの報告でした。 その方は歌をやってらっしゃる方ですか。いや、どんどん郁恵さんのラジオを聞いて、うん、郁恵さんがこういうふうに話をしてたのを聞きながら、うんうん、アコさんの夢の語り方がとてもかっこいいと、はい、これからもずっとかっこいいアコさんでいてくださいって一ファンとし て、ね、ありがとうございます。もう、ね、かっこいいあのおばちゃん目指してますから、はいはい、いや本当おばちゃんかっこいいおばちゃんとかやっぱおばあちゃんおじいちゃんいますよね、うん、それこそショーン・コネリーさんもそうだったでしょうけど。そうですね、皆さんね、クリント・イーストウッドとか年重ねてもかっこいい、うん、現役でやってますもんね。立派ですもんね、うん、そういう人目指します、はいはい、メールアドレスは akko@1242.com でお待ちしております、はい、続いてはこちらのコーナーです。週刊和田スポ日本の底力。今週はスポーツの国際大会で日本勢の活躍が相次ぎました。まずは7月30日フェンシング世界選手権男子フルーレ団体で日本勢初となる金メダル。この種目ではこれまで2012年ロンドンオリンピックでの銀が最高だったため見事その記録を塗り替えました。この大会では女子サーブル個人で江村美咲選手が金メダルに輝き日本勢初となる大会2連覇の快挙を達成するなど快進撃が続きました。続いて7月31日女子サッカーワールドカップで日本代表なでしこジャパンは予選リーグで強豪スペインと対戦、4対0と圧勝し3連勝、グループリーグ首位で決勝トーナメントの進出を果たしました。なでしこジャパンは日本時間の今日夕方5時からベスト8進出をかけてノルウェーと対戦します。日本の底力に期待です。電撃結婚。3つの吉日が重なりトリプル開運日となった昨日、著名人の結婚報告が相次ぎました。まずはタレントの藤田ニコルさんが俳優の稲葉優さんとの結婚を発表。お二人は友人関係から交際に発展したそうです。ニコルさんの25歳の誕生日である2月20日に稲葉さんからプロポーズされおよそ3年間の交際期間を経てのゴールインとなりました。そしてフィギュアスケートでオリンピック2大会連続金メダルの羽生結弦さんが入籍を発表しました。羽生さんは自身の SNS で1が並ぶ午後11時11分に入籍を報告。しかしお相手のことには一切触れていないことからネット上では羽生くん結婚、ゆず結婚の他にスケートと結婚というフレーズが飛び交っているそうです。皆さんおめでとうございます。どうぞお幸せに。逮捕。日本大学アメリカンフットボール部の部員による違法薬物問題ですが、警視庁は今日午前大麻取締法と覚醒剤取締法の違反容疑でアメフト部の21歳の男子部員を逮捕しました。この男子部員には寮のベッドに備え付けられていた鍵付きの収納ボックスで乾燥大麻と覚醒剤の成分が入った錠剤2つを所持した疑いが持たれています。現在アメフト部は全体練習を控えていて、大学側は部員のほか退部者や監督コーチら指導者を対象に聞き取りなどの調査を進めています。あと今回の事件をめぐっては林真理子理事長らが8日に記者会見することになっていますが、闇が表面化したことで衝撃が走っています。ツアー完走。2日、小田和正さんが地元神奈川横浜アリーナで全国ツアーのファイナル公演を行いました。昨年およそ3年ぶりにツアーを開催した小田さんですが、ご自身のコロナへの感染や台風の影響で一部の公演が中止になりました。2年連続となった今回のツアーは昨年のツアーの振り替え公演を含む9カ所18公演でした。これにより小田さんはご自身が持つアリーナツアー最年長記録を75歳11ヶ月と更新。関係者によりますと今後のライブは未定だそうですが、小田さんの歌声はまだまだ健在です。はあ、本当に小田さんって頑張ってらっしゃるよね。すごいですね。ステージを走り回られるのがすごいね。すごいですね。確かお年はね私より上なんですけど、
芸歴は後輩になると思うんです。あ、なるほど、うん、確かね、はい、でもあの高音をねずっと出してらっしゃるっていうのはすごいやっぱり努力されてると思うですよね、変わらない声ですもん ね、 ねえ。そしてこの日大、なんか日大って問題多いですね。ここのところまあアメフト部に関しては、うん、あのタックル問題がありましたし、うん、そもそも理事長の問題がずっとありましたからね。そうでしたね、はい、いやーどうして21歳でその鍵かけてロッカーに、わからんのかな、うん、もうこういうのはダメだっていう。そうですね、意識が低いってことですよね。もちろん法を犯してるっていうことは分かってても手出しちゃうってことの意識の低さ、うんうんうん、それでなんかちょっとニュースなんかによるとアメリカで合法的なところがあるから、はい、あんまり大したことないって、それはちょっと違うと思うんです。ここは日本ですからね。そうですね。でそういつも思うんだけど、こういうことあると自分個人じゃなくて一人じゃなくて周りに迷惑かける、もう例えば出場停止とかさ練習禁止とかって、そういうことなんで考えられないんだろうっていう。これイメージで言うと、うん、多分アメリカンフットボール部日大は一生懸命再生するために頑張ってた人がほとんどだと思うんですけど、うんうん、またかっていうイメージになるじゃないですか。そうそうそう、それはちょっとね、うん、これは林真理子さんのコメントも、はい、理事長として来週会見予定だそうです、はいはい、そしてなんか結婚っていうか藤田ニコルちゃんとか、まあ、結婚はおめでたいことで全然いいことなんですけど、羽生くんはびっくりしましたね。びっくりしました。うーん、もう今週なんかお付き合いしてる方がいるだろうっていうのは情報もない、全くね、なかったですよね。うん、はい、で何入籍はされたんでしょう。はい、入籍の発表だけで、お相手のことはあのもちろんね、あの書いてないということなので、うんうん、これはもう全く情報はないです。この方は1っていう数字好きなんですね。ああ、そうなんでしょうね。まあ、だから私この20代でいつも言ってる誰も文句言わないのはパンダ大谷サンドイッチマン、まあサンドイッチマンは20代じゃないけど、あとあの将棋の羽生、藤井聡太さん、藤井聡太さん、はい、もうどう言っていいか分かんないから先生って、もう先生今度八冠に挑まれるっていう、将棋全く分かんないんですけど、そしてこの羽生さんなんかもうスケート滑ってる時になんていうかオーラが違うんですよね。なんかキレっていうか、はい、それはいいんですけど、この午後11時11分だったらどうして、まあ急に決められたのかな。1月1日でもよかったのにね。いや1月1日までは待たないでしょう。あ、そう。でも1時1分じゃダメなのかとかね、1時11分ではとかありますけど、もちろん、でもこれはなんかあるんでしょうね、験担ぎか何かね。でもなんかこのトリプル開運日とか、そうですね、転写日、一粒万倍日、大安、これが3つ重なるんです。はあ、なるほど、はい、でもおめでたいことで、ね、いいじゃない。あこさんは園遊会でね、羽生さんと初対面でツーショット撮って撮ったんですけど、私が自分で慣れない自撮りしたもんですから、私の顔がめっちゃ大きくて彼が後ろにいたから、ね、遠近法だっつって顔の大きさが全然違うんです。この写真改めて見ると2倍大きいですね。2倍はないでしょ。いや遠近法ですよこれだから。ほんまや。後ろにいるから。そうですよ、もちろんそれを言ってるんです。まあ、でもまあ、はい、まあまあだいぶ前ですけど。そして、ね、スポーツいいですね。いやーすごいですよ、フェンシング。こういうのピッてなんかランプがついて、もう審判の目とかじゃなくてランプがついて判断できるっていう一瞬の差を。そうですね、うん、なんかここもより判定が進んでますよね。うん、でこれまたあの百獣の王っつってたあの子なんだっけ、武井壮さん、武井壮が会長がビーストですけど、あ、そう、はい、会長になったとかって言ってね、それでこれで金メダル取るっていう、なんかそういう流れっていうか、はい、和っていうのがなんかできて、そうですね、続いてますよね、うん、なんか
いいね、そういうの変わって。どうしてもこう西洋の中心のスポーツってイメージでしたからね、フェンシングって。女子もでしょ、はい、素晴らしい。どんどんスポーツはもうどんどん世界に飛び出してほしいですね、はい、なでしこジャパンも今日ノルウェー戦だそうですね、はい、頑張ってほしいです。以上週刊和田スポをお送りしました、はい、それでは和田スポでもご登場したご紹介した小田和正さん、はい、今回のツアーでも歌った人気の高いこちらの曲をお送りしましょう、はい、キラキラ。